明るく楽しく元気よく本舗ひろはるじゃけーのお疲れ様です。今日はですね、金ちゃんさんと、ブラさせてもらいました。で、ステッカーね、何やら一杯一杯、買っていただきました。僕がオークション、積み込みしてて近くのコンビニでなんか、卸しがあったのかな、でコンビニで待っとってくれるということで連絡があったので、ブラさせてもらいました。うまい棒とチョコバットですね。光がね。あと、定番の抹茶ラテ。ジョージアブラック、ありがとうございます。で、モンスターピンクですね。ありがとうございます。で、一杯いただきました。また、どこかで今行きそうな時は、今度はおごらさせてください。で今、これ千代田のオークション来たんですけどね、真っ白じゃないですけどね、車の上はもう真っ白ですね。真っ白結界ですね。今から、今さっき積んできたんで、今から下ろして、で今から棚出しして、車出して、帰ります。まあ、どこになるかちょっとまだ聞いてないんですけど、で今キャリア僕だけです誰もいないです。多分さっきまでね、多分違う運送会社の、キャリアカーがおったんですけど、出てきました。はい、僕だけです。開催日なんですけど、うちの運転手は来ないんですかね。やれませんほんまやれんけいですね。そんな感じで、ちょっと、グラの写真と、グラの後、金ちゃんさんとね、ランデブーしたんで、まあ、ちょろっとですけどね、ちょっと動画に収めましたんで、よかったらね、見てください。よろしくお願いします。また、積み込み終わって、この雪がどうなってるか、今もねまだちょっと降ってるんですけど、どうなってるかという感じで、ちょっと頑張って下ろして積んでいきたいと思います。
も油断は大敵、油断したら大変なことになるんで、安全運転で、帰りたいと思います。まだね、今日降った雪なんで、で粒もねそんなに今でかくないんで、まあこのまま積もるんじゃないかなっていう雰囲気はあるんですけどよいしょ、道路が白くなっております。なかなかねこういう、ね、雪の中を走るっていうのもねなかなか、ないんでね、このトラックで去年は何気にこう雪に当たってなかったっていうかね、雪道をあまり走れてなかったっていうかね、雪が降った後っていう感じですよね。まだ道路も全然、そこまで積もってなくて、そんなに、あでも1回ぐらいはあったかなっていう感じですかね。ちょっとまた粒がでかくなりだしたんですかね。よいしょ、あんまりね飛ばしてもね危ないんでね、よいしょワイパーが凍る言うてね全然かかんなります言うてね、よいしょ、あ結構バーって吹い出したっすね。これなんか積もりそうな雰囲気出してきたっすね。よいしょ、さっき言ったと違うんやってね、あでもなんか積もりそうな雰囲気を醸し出してますね。あんなギリギリのとこに止まっとる、カモーン。なんでこれをやらんといけるのかちょっとわからないんですけど今回限りで、終わりたいと思います。じゃあ休憩中に見られてる方、家でのんびり見られてる方、走行中に動画を垂れ流して見てくれている方、ありがとうございます。それじゃあ、終わりたいと思います。お疲れ様でした。ポチッとなです。止まったら滑って、滑る。お疲れ様でした。トレーラーはね止まったらアウトなんで、よろしくお願いします。ポチッとなです。ポチッとな。